長谷川豊の本気論本音論チャンネル。皆さんこんにちは、長谷川豊です。ですね、今日はですね、こちらの週刊ポストさん、週刊ポストの1月25日号の記事を切り口に、こちら共産党的なるものにご注意よっていうタイトルでね、少し話をしようというふうに思います。何の話するねんという感じがするでしょうが、実はこの1月25日号の週刊ポストさんから取材を受けまして、なかなかこの平成最強の女子アナは誰だっていうね、平成最強、平成がもうすぐ終わるじゃないですか、だから最強の女子アナ誰ですかっていう電話インタビューをいただきまして、なんで僕に聞くねんっていう話でしょ。僕を女子アナ評論家かなんかと思ってんのかっていう話なんですけど、他にもデイブ・スペクターさんとかいろいろ答えてるんですけど、僕は当然のことながらですね、まあ平成最強というか、まあ普通に考えて史上最高の 女性アナウンサーは、二人ですよと。史上最高の女性アナウンサーは小宮悦子さん。史上最強の女子アナは高島彩ですよっていう話をしました。で、まあ小宮さん1位、高島彩2位っていうふうにね、まあポストさんでもなっていて、ポストさん読まれた人は、もう知っての通りですけれど。他に個人的に好きっていう人たちはいるかもしれないですけど、普通に考えてみりゃ、小宮さんと高島は抜けてますよね。ちょっと頭2つぐらい抜けてますよね。はい。で、アナウンサーとして素晴らしいなっていうふうに思うんですけれども、はい。じゃあ、この、僕の2つ下の後輩になります、高島彩アナウンサーについてなんですけれども、皆さんあんまり知らない話をちょっとシェアしようかなというふうに思うんですね。高島って、フジテレビ以外、全局落ちてるって知らないでしょ、皆さん。高島ですよ。あの高島彩ですよ。フジテレビって2001年入社世代なんですけど、花の01世代っていうね、もう本当に有名な西尾ゆかりちゃんとか阿部明子アナウンサーとかね、もう非常に有名なアナウンサーがたくさんいた世代ですけれど、まあその中で高島は他のね TBS さんとか全部落ちたんですって。信じらんないじゃないですか。入社3年目から目覚ましテレビの頭張ってた子ですよ。すごいなと思って。でもね、TBS さんの人事担当、当時の人事担当の方にね、話聞くことができて、実はその後数年後にテレビ朝日の人事担当の方とも飲むことができて、その時全く同じ話をね、されたんですよ。この高島なんですけれどもね、面接官たちが、キャバ嬢みたいだっつって、その理由で落としてるんです。信じられないなと思って、何言っちゃってんのですよね。この子天才ですよ。この子、小島夏子アナウンサーが目覚ましテレビをやっていた時に、平均視聴率が 9.2% とかだったんですよ。月間の平均視聴率が。で、小島夏子さんが高島彩入社3年目にスイッチするんですね。小島夏子ってもう大変な人気のあるアナウンサーですよ。僕の先輩です。それが高島にスイッチした。あとは MC 陣。大塚のりかずさんも、軽部真一さんも何にも変わらない。スタッフも何にも変わらない。MC が小島夏子から高島彩に変わっただけ。たったそれだけで 9.2% だった3月の平均視聴率が、高島加入で4月 11.2% 上がるんですね。平均視聴率で 2% 上がったんですよ。フジテレビが湧きましてね。そこから高島が頭を張って様々なバラエティ番組に出るようになって、フジテレビ黄金期と言われるあのフジテレビが10年ぐらい連続で7、8年かな、視聴率3冠を取る、あの視聴率3冠を取り続ける世代をずっと支え続けたのがこの天才高島彩です。天才ですよ。でも他局ではあまりに喋りが上手すぎ、あまりに面接官を手玉に取りすぎるから、キャバクラ嬢みたいだっていう職業差別のような理由で、なんと落ちるんですね。これね、僕はね、今日のタイトルをね、思い出してほしいんですね。日本人の中にいる共産党的なるものに僕はご注意していただきたいなっていうふうに思うんです。これ何を言ってるかっていうとですね、ちょっとこの質問を皆さんに投げかけたいんですね。この TBS とかテレ朝のね、高島をキャバ嬢みてえだって罵った文句言いの人、あの天才高島を落とした
簡単に言ったら人見る目のないバカ。何かの罰を受けたんですかって。何かの罰を受けたんですかって。これをちゃんと考えてほしいんですね。もう一度言いますが、週刊ポストでも平成最高のアナウンサーで第2位にランクする天才アナウンサーですよ。目覚ましテレビの視聴率あっという間に上げましたよ。高島のおかげでフジテレビは視聴率3冠でしたよ。その高島をなんか欠点見つけて、なんか文句言って落としてんですよ。この TBS とテレ朝の高島をキャバ嬢みてえだって言った人間、 TBS とテレ朝にどんな被害を及ぼしたと思います？これを経営の世界では機械損失って言うんですけど、これよく考えてほしいんですね。あなたの周りにも、皆さんの周りにもいると思います。共産党くん、共産党さん、皆さんの周りにもいると思います。文句だけ言ってる人たち、ひたすら足引っ張って、ひたすら上げ足を取って、ひたすら文句だけ言って、ビーチクパーチク言ってるだけ。それで文句を言うということで存在感だけを出してる人間いるでしょ。この人間ね、僕ね、日本にとって邪魔な人間だと思ってるんですよ。そして会社にとっても邪魔な人間だと思ってるんです。要は橋本さんは比較優位論って、橋本徹さんは比較優位論っていう言い方をしますけれども、比較対象論っていう言い方もしますけれども、高島にはいい面も悪い面もあるんです。そうです。高島は確かに酒飲みですし、喋りが上手すぎです。でも、いいところもたくさんあるわけじゃないですか。この高島は100点満点じゃないにしても、高島が加わることによって得られる加点、それを計算できない人間がね、加点とマイナス点は全員持ってます。僕もあります。高島もあります。みんなあります。逆に加点のない人間はマイナス点もないです。それは何もしないだけの、人権低いだけのやつらです。高島を罵って落としたやつって、会社にダメージ与えてるんですよ。実際高島入ってフジテレビ視聴率3が取ってるじゃないですか。取られてんじゃないですか、テレ朝とか TBS 視聴率。ダメージ与えてるんですよ。罰与えなきゃダメなんです。文句言うやつって、俺なんか、あいつらが認めてるやつの悪いところ発見できちゃうんだぜ、的なことを言う人間いるじゃないですか。皆さんの周りにも会議で、後から口開いたと思ったら文句しか言わないやついるじゃないですか。そいつら、じゃあそれを選ばなかったことによるダメージ計算してるんですか？これがね、日本多すぎなんですよ。典型的なの共産党と立憲民主党。文句しか言わねえ。じゃあ辞めるんだったら何があるんですかっていうところまで計算して、その比較優位、比較対象をしなければいけないんです。それが全くできない連中。この文句だけを言って自分の存在感アピールしまくる連中、いわゆる共産党的、立憲民主党的な存在には皆さんとにかく気をつけてください。こいつらは文句だけ言うけれども結局罰なんか受けません。ものすごく無責任な連中です。こんな連中相手にしない方がいいと思いますよ。長谷川豊の本気論本音論チャンネル。私長谷川豊が本気で本音でズバッと世相に切り込みます。お楽しみに。